さあコッツウォルズのバイブリーにやってまいりました。ここはコッツウォルズの中でも指折りの古い街並みと雰囲気を感じられる、そういう街です。ゆっくりと街歩きしていきたいと思います。水が綺麗で何とも美しい自然の中に味のある古い建物ですね。雰囲気ありますね。屋根の素材がなんか石ですね。
コッツウォルズ3つの町を巡りました。まあ、古い町並みとしか言えないところはありますけれども、まあアンティーク、ヴィンテージ、まあ、それが美しいイギリスの町風景の中でもやっぱりあのコッツウォルズは特別にな場所かなと思いますね。はい。まあロンドンとか都市部でもすごく味のある建物とかそういったものは多いんですけど、やっぱりねコッツウォルズの雰囲気っていうのは来た甲斐があったなって思うぐらい味がある、そういうコッツウォルズの、旅行でした。はい。最後はレイコックで終わりなんですけども、いやイギリスってこんなに良かったんだみたいな、はい、ロンドンとか大きい都市しか知らないと絶対にそこだけでは絶対に味わえない感動、そういうのがね、コッツウォルズにはありましたね。はい。